皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルでございます。今日はですね、前にアジをあげた動画があったと思うんですが、また別の魚たちにアジをあげてみたいと思います。大きな魚たちはですね、やっぱり餌用の金魚とかそういったものだと足りないので、まあ魚屋さんで売ってるような魚を買うっていうのがですね、一番経済的というか効率的なんですけれども、まあ海の魚をですね揚げてしまうのはいいのかっていうのがあるので、しょっちゅうアジは揚げてないんですね。で、普段は人工餌を中心に揚げて、まあ淡水のエビとかですね、そういったものをですね冷凍にしたものを揚げてます。で、今日の魚たち、ネオケラズドゥースとかタイガーシャベルとか、それから大きなポリプテルスですね。多分ですね、ポリプテルス、まあこの恐竜みたいな魚たちなんですけども、これはショップなんかで小さな個体を見かけると思いますが、こちらにいるのはですね、最大76センチのかなり大きなアフリカから連れてきたですね、ワイルドタイプと言われているですね、ポリプテルスアンソルギーを主体にしてですね、大きなポリプテルスですので、迫力があると思いきや、どちらかというとですね、餌の食べ方はもごもご食べるもんですから、あんまり迫力はないんですね、実は。まあ、ただマニアの方はですね、このポリプテルスの泳ぎ方だったり、大きさの迫力だったり、そういったものがとても好きでですね、私もそういうのが好きで飼育しているというのがあります。バコーンと餌を食べる魚たちも興味はあるんですけども、それはピラルクとかそういったものですね、別の動画で見ていただければと思います。ここも昨日食べてるから、今まず人工餌を先に、昨日餌やってんのに、人工餌がやっぱり栄養バランスがいいので、先にあげてある程度ですね、お腹をいっぱいにさせてから、アジみたいなですね、こういう、生の魚たちをあげていくという感じですね。正直今日はですね、そんなにお腹が空いていないのか、餌の食いはいい状況ではないんですね。なんかこうそんなにガツガツ食べる感じはしないですね。一番食欲あるのはこのナマズみたいなレッドテールタイガーショベルノーズキャットですね。こいつに全部食われちゃう。今日も M さんに協力いただいて、2人で喋りながらですね、やっておりますけれども、ガツガツタイガーショベル食べてますね。私の動画は餌やり動画が多くなってきてますけれども、やっぱり大きな魚を飼育する醍醐味として、餌やり、私もですね、他の方の動画を見るときは餌やりの動画とかよく見てますけれども、やっぱり楽しい時間だと思っております。ではまたアクアハウスチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。相当食べてます。